雲が切れて夕焼けが出てきました。でその向こうに富士山、ぽつりぽつりと電気がつき始めて、みんな思い思いの時間を過ごしていますね。福神チャンネル始まるよ。到着。ね、麓っぱららしいでしょう。ここから来てくれました。あのうちの軽トラの前のオーナーですよね。はい、前さん。 OK。 元子ちゃん出そう。よしっと、うん、これで買い物に行けます。薪は500円なんだ。ゴミ袋買おう。御殿場高原ビール。これ何？竹。
お願いします。はい、あ、おお、すごい。どこどこ、当ててきた。おお、100円だ。ふもとっぱらに来たら日常を忘れて全力で遊ぶのがクールって書いてある。これなんだろうね、トイレ。あ、水と、あ、お茶。トイ、わ、ウォシュレットだ。ふふふ、お、乾杯。変わった味だ。うん、美味しい。バイゼン。うま。ねえ、丸鶏。ねえねえ、そしてコストコピザ。はい。ネタに困らないけど、はい、お腹はもうすぐ頂上が見えてます。こうね、こう。来てるワンちゃんと猫ちゃんのそれぞれの、はい、あ、そうなんですね、名前。天気予報ね、雨だったのに、もうびっくり。もうちょっとで全姿がね見れるかもしれないね。あの左側の雲と上のね雲が切れてくれたら最高ですね。じゃん。あっち。抜けちゃいますよ。はい。あ、わあ。で、ちょっとくるまないと多分立てるので気をつけて食べてください。はい。あ、いただきます。おい。あ、ありがとうございます。うん。ちょっとどうかな、食べてみてだな。夕方になって雲が切れて夕焼けが出てきました。でその向こうに富士山、ぽつりぽつりと電気がつき始めて、みんな思い思いの時間を過ごしていますね。寒
最高。何も言えないもん。楽しかった時間もあっという間です。さあ出発しましょう。こっちも出発。今日はね別々のまたところ行きますんでね。よいしょ。じゃあ出発します。確認確認。よし OK。 ありがとうございました。さあ次の本日の目的地に向けて出発です。
バイバイ。最高に良かったですね。人も少なかったのもあるかな。必ずまた来ますね。はい、というわけで今回は、憧れの元っぱらキャンプ場にやってまいりましたね。しっかりコロナ対策がされていて、入場制限かかってて人も少ないので、まあまあいい感じかなと思いました。隣の人とね 100m 以上空いてましたからね。はい、じゃあこれから本日の目的地に向かいたいと思います。次回もお楽しみに。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。